初めてスーパー三国志を遊ぶアッキーミロです。はい、最終回やっていきます。前回でね、もう孫権も倒したので、曹操、呂布、劉備、孫権と有名どころは私の手でちゃんと倒すことができました。残る勢力がね、王老、元演術軍の曹真、劉表、劉将、立角、馬頭なんで、あとはね、各勢力倒すところだけ入れて、エンディング一緒に見れればなと思います。では、まずは王老軍、曹真軍あたりを攻めていきます。210年7月32国から、曹真軍攻めちゃいます。曹真はもう君主一人しかいないので、そんな大軍使う必要はないかな。趙雲、関寧、徐光、郊外か、郊外も武力100なんだ、すげえなそんな大軍でとか言いながら結構強い人選んでるな。まあこの 1,2,3,4,5,6 人で囲んで一斉で攻めちゃいましょう。では攻撃開始です。17,200 か、結構硬いですね。てんてんてん、いや一気に減ったな。うん、何の問題もなし。あ、ちょっと6部隊で囲めないんですけどね、5部隊で囲んで一気に倒しちゃいます。ちょっと長期戦入っちゃうかもしれないかな。1ヶ月ではさすがに無理か。あ、退却した。曹真の軍の者たちは全部しました。戦いも終わった。あー、空白都市に逃げられたか。片付けたかったのに下に逃げちゃいました。210年9月28国から王老軍滅ぼしに行きます。もうここら辺空白都市ないんで逃げようがないんでね、確実に倒せると思います。周遊金、巨著、交友、公正、格外さんで一気に来ます。210年10月35国から今度こそ曹真を滅ぼしに行きます。ただ劉宗がね加わっちゃったんで一人武将増えちゃいました。ここ空っぽにしたらまた逃げられちゃうから、そうだな、一番知力が低い太子城置いていきます。31国の王老軍ついに決着つくかもしれません。まずは総大将じゃない方ですね。はい、両郷さん捕らえました。残りは総大将のみ、数も2600です。雨巾が閉じ込められちゃって出られなくなっちゃったんで、もう突撃します。どうせ相手君主仲間にできないですし、くらえおろー。はい、王老の首を取りました。王老の軍の勲章は死んだ。戦いは終わりました。いやー、王老なんだかんだ長い戦いだったな。勲章の王老が死亡しました。次の狙いは曹真ですね。てかもう攻めてる最中ですけど、その次劉表で、劉将倒して李賢倒して、李賢じゃない、李角倒して最後に馬頭かな。はい、この攻撃で曹真軍は滅亡のはずです。残り100。はい、敵を殲滅しました。曹真を捕らえました。どうしよう、曹真、曹一族だけど、まあ逃がしてあげるか。曹真の軍の勲章は王老のために出た。戦いは終わった。そこにいる武将はどうなるんだ。あれ、一緒に放浪軍の旅に出たってことなのか。仲間にしたかったな。よし、これで次は劉表ですね。劉表残り 1,2,3,4 年ありますけど、一気に倒します。あ、君主の曹真が誰かに捕まって切られました。そして劉宗が君主になりました。放浪軍悲惨だな。劉宗、ついに君主の時代が来たか。劉表兄ちゃんを差し置いて君主になってますよ。ついたのは劉表軍じゃないけど、どんなに強いものでも病に上がれる。
おっと、噂をすればお父さんの流氷がなくなりました。バテツが後を継ぎました。龍騎も龍宗ももういないからな。にしてもまさかのバテツ。今後はバテツ軍を倒しに行きます。バテツ気づかないまま倒しちゃいました。まさかここにいたとは。総大将にカウで突撃したらバテツでした。どうしよう、切っちゃうか。バテツの軍の君主は死んだ。戦いは終わった。さあ次は誰が君主になるのかな。陳陽さん、東陽、もう一人は逃げたか。あ、空いてる都市に逃げましたね。今後長藩が君主となります。長藩軍か、まあ、馬鉄よりはね合ってる気がしますね。211年9月、元流氷軍長藩軍にとどめを刺しに行きます。もう空いてる都市も回りないんで確実に倒せると思います。そういえば観光は残念ながらその長藩軍との戦いで敵に捕まっちゃって、その後劉将軍にね行っちゃいました。なんで今私の手元にはいません。長藩軍は一人だけだったかな。もうやっぱり長藩は一人だけでした。しかも1万300しかありません。もう相手になりませんね。ひたすら一斉攻撃で、もう君主なんでね、ある程度減ったら突撃して倒しちゃいます。突撃しようと思ったんですけど、あっという間に一桁まで減っちゃったんで、もう一斉で倒しちゃいます。200、はい、0。これで長藩軍滅亡です。今日殲滅しました。長藩を捕らえました。長藩は別に何も恨みないし、小物だし、小物かどうかは何とも言えないんですけど、逃がしてあげよう。長藩の軍の君主は放浪の旅に出た。戦いは終わった。放浪軍がね、なんか再び独立して勢力として立ち上がるところ一回も見たことないんですけど、あるのかな。とりあえずこれで残る敵は3勢力となりました。劉将、そういえば李覚じゃなくてもう総飛軍でしたね。元李覚軍の総飛軍、そして馬頭軍の3つとなりました。次は益州の劉将を倒していきます。あら、劉将を捕まえちゃいました。生徒にいましたね。切っちゃうか。切る。勇者の軍の君主は死んだ。戦いは終わった。まだ劉将軍都市は全然残っております。3つですね。君主の劉将が死亡しました。ちょっと今ね、攻めた生徒の右側かな、あと都市に援軍が送られたから隙をついて攻めたんですけどね。まあそうだよな。で、龍順が後を継ぎました。あー、君主の延旦が寿命でお亡くなりになりました。どうしよう、延家全員いなくなっちゃった。誰引き継がせよう。延家全滅か。後継者をお選びください。超運でいくか。超支流でもな、君主には東洋係を任せたいところがあるからな。あんまり戦う人じゃない方がいい気がするな。かといって頑張ってね、遠景引き継いできたから、なんか君主に近しい人がいいな。諸葛亮にするか、本当は最強の軍師だけど、ずっとね延旦をフォローしてくれてたんですよね。そうだな、諸葛亮に国を任せるか。名族の意向とはかけ離れてる気がするけど。諸葛亮、君に決めた。あー、そして次にいなくなるのは劉宗か。これは放浪軍ですね。今ね、劉将軍がこっちにめちゃめちゃ攻めてきてるんで、真ん中とかね武将移動して空いちゃってるんですよね。まあでもこの攻めてきてるのを倒せばね、カウンターチャンスなんで、それが終われば、その劉将軍じゃねえや、今劉順軍か、劉順軍もね倒せる見込みが立つかな。そして雑賀も死亡した。てかどんどんなくなってくな。あかーん、また城が1個空いてしまった。
はい、龍順もついに突撃で終わるところまで追い詰めたので突撃します。ついでに言うと右下に杉江軍来たんで、ここで倒さないとこっちがやられる。黒い龍順、はい、龍順の首を取りました。龍順の軍の勲章は死んだ。戦いは終わった。次は誰が継ぐのかな。長所を捉えました。みんな同様だ。一体どれだけ奪われてくんだろうな、馬頭と総妃に。まあでももう国が少ないからな、取られるペースもだいぶ落ちてきました。ゴイが君主になりましたね。ゴイさんは左下のところにいます。はい、これにて君主ゴイさん捕らえました。ゴイかキル、ゴイの軍の君主は死んだ。戦いは終わった。やりました。ちなみに牛筋突撃して捕まっちゃいました。そしてまた捕らえ直したとよー。いやー、元龍将軍あと1年ですね。宝生が君主となりました。なんだかんだ粘られてるな。もう元理覚軍の総妃軍も今攻めております。もうちょっとで終わるかな。おっと、敵総大将が総妃が芝居に突撃してきました。芝居で珍しく家計成功したんですよね。芝居が捕まっちゃったか。やるじゃない。ちょっとカーンやられたら困るからな。マコートン突っ込ませるか。こっちだって突撃を見舞いしてくれるわ、ソーヒー。では、加工飛んで突撃です。クロエー、ダメだー、返り討ちです。加工飛んが敵に捕まった。まあ仕方ねー。結構ね、ここ挟み撃ちっていうか周り囲めないんですよね、山が多くて。あ、しまった。クオー、退却せざるを得ない。観察退却、火が消えたらまた別の部隊で突撃します。総妃の兵ももう4000いくつなんで。そして捕まった武将たちが表に出てきてる。やるじゃない、総妃さん。養老湖は取らせないぜ。芝居はこっちの味方になりました。敵を裏切ってくれましたね。そして家計分かってるよ。もうそんなの関係ねえ。私は突撃をぶっ放す。掃除の突撃くるー。敵は殲滅、総妃を捉えました。キル、総妃の軍の勲章は死んだ。戦いも終わった。元理覚軍滅亡です。加工トン捉えました。東洋もちろん。また頑張ろう一緒に。軍師の総妃が死亡しました。まさかの龍将軍、まあ、元ですけどね、倒す前に元理覚軍の総妃軍が終わっちゃいました。こっから馬頭軍の大量の武将との戦いが始まるかな。でもようやく天下統一が見えてきた。長かった。次は元龍将軍、これで終わりです。王政本当は好きなんだけど、君主は仲間にできないんでね。さよならです。はい、敵は殲滅、王政の首を取った。王政の軍の君主は死んだ。戦いは終わった。そう、家計でね、逃げる場所がなくなっちゃった人たち退却させて、ちょっと場所がね、いまいちはっきり把握できないんですけど、空いてる都市に退却させたんで、もう逃げられないはず。龍海さん、とよー。これで終わったんじゃないか。あ、やっぱり退却した方向でね、逃げ道を塞ぎました。王政の一族は滅亡しました。これで残す勢力は馬頭のみです。よしよし、あと4都市天下統一がようやく見えてきたってね、さっき総評出した時も言ったんですけど、マジで時間かかってるんですよこれ。大幅カットしてるんですけど、どんぐらい撮ってんだろう。もうこれ下手すりゃ10時間超えるかもしれません、トータルで。めっちゃ時間かかってます。放浪軍の長藩、もう何回も捕まえて逃がしてるんですけど、いい加減しつこいんで切っちゃいます。さらば放浪軍君主長藩滅亡でーす。
長藩さんは元流氷軍か。大船放浪軍として生き延びてましたけど、さよならです。214年3月、打倒のいる都市に攻め込みます。ただ奥にまだ一都市あるんで逃げちゃうかな、まあ、もしくは突撃で倒したとしても誰かが引き継ぐ感じかな。もう武将を褒美上げてる暇がありませんまあ褒美っていうか施しか。もう敵勢力もね、馬頭しかいないし、一旦に一人しかね引き抜けないから、全然相手間に合ってません。ちょっとこっちも忠誠高い人以外出さないように気をつけないとな。なもんか。よし、でも最後はね、芝居、関羽、張飛、張宝、関作、徐行、張雲、陸遜でいきましょう。あと張良、加工遁か、最後になるかちょっと分かんないか。総大将は芝居だ。芝居も武力81ありますからね、すごく強い。相手はゼロの人が1人、9500が1人、12900、13100、1人が2万、あの2万が馬頭かな。まあ軽く揉んでやりますけど、ちょっとこういうね、移動があんまりできないところは家計でこっちが追い込まれるパターンがあるんで、ちょっとそれが怖いですね。あ、敵退却しちゃいました。馬頭軍の者たちは全部しました。戦いは終わった。あと1都市です。よしよしよし、もうゴールは間近です。いやー長い、めちゃめちゃ長いです。ちなみに現時点での私のプレイ時間102時間を超えております。ついでだからセーブするか。これで何時間、107時間です。めっちゃ長いです。本当にスーパー三国志戦闘が長いんですよ。まあ、あと都市を委任にすればねいいと思うんですけど、実はねちょっと大幅カットの間に1回委任にしてみたんですけど、勝手に計略じゃなくて、なんだっけな、どれだ、軍事のこの密警か、密警しに行って捕まったんで、もうそれから怖くてやってません。いやーもうちょっとね、委任安泰っていうか安心して任せることができるならね時間短縮できたんですけど、さすがにね1都市1人しか武将置いてないところが捕まっちゃうと空白都市になっちゃうんで、それは嫌なんでね、もう全部自己管理してます。まあでもその長い戦いもようやく終わりを迎えます。214年6月、ラストのこちら27国に攻めちゃいます。芝居、関羽、張飛、張宝、関作、徐行、張雲、陸遜、張良、加工遁は2万か、張雲がね、13,300 万なんで、張雲を置いていきましょう。これでいこう。もう相手に逃げ場ありません。これでとどめを刺す。まずは兵数が0だったこやつから倒します。ゼロ相手に200減らされた。沈武東洋、もう最後の戦闘なんでね、躊躇なく突撃していこうと思います。ビフォー動いてきた。沈武は退却だ。さあ行くぞ、皆の者突っ込め。でもさすがに右はまああるから、突撃したらこっちが返り討ちに遭うか、多少は減らしてからやるべきか、まあもしくはもうこっちの首が飛ぶか、捕まるのをお構いなしに突っ込むかのどっちかですね。突撃だ。はい、美宝の首を取った。そしてもう近づけない。おやつは退却。キンキンキン、加計してこなかった。一斉攻撃か。バガンもか。勇気あるな。では、みんなで一斉して、ある程度減ったら突撃しちゃいます。では、トンニーで、突撃！はい、バガン捕らえました。で、残るは馬頭のみ。馬頭もそうだな、1万ぐらいになったら突撃しちゃいましょうか。
上皇でもうバトンに突撃しちゃいます。くるえゼロゼロ敵を殲滅、バトンの首を取った。バトンの軍の屈指は死んだ。戦いは終わりました。これにて全ての勢力を滅ぼしました。長かった。合計100時間超えたなんて FF16 以来か。16も超えてたっけな、100時間近くはやってると思うんですけどね。いやー真っ黄色ですね。皇帝の世が来たみたいな感じになってるな。名族の世ですけど。じゃん、オッケー。え、ちょっと待って、終わんないの。あれか、ちょっと一回ターンエンドをして9月とかになったら終わる感じか。9月になったんですけど、天下統一なりませんね。え、なんでだ？バグか？おかしいだろう。え、もう全部落としたよな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
いいですよね。何これ240、そうそう戦あって240国なんかねえぞ。そもそも曹操はとっくの昔に切ってるぞこれ。え、なにこれ。え、バグーもしかして、なんかレトフリでやってるから発生するバグとかの可能性もゼロじゃないけど、え、ちょっとここ空にしてみる。領地を一回空にしてみたらどうなる。出発しました。これでもう一回見てみたら消えてる、消えてるけど、これどうなんだろう。もう一回開いたところを侵入したら出てきちゃうのかな。ちょっと次のターンまた移動してみます。では再び15番いきます。これで天下統一になってくれればいいんですけど、ならなかったらどうしよう。ならねえ。もうね、他のところは全部委任にしました。マジかよ。この後、この後頼む。こねえ、マジで天下統一にならねえ。ちょっと待った、もう一回見る。情報領地また出てる。ちょっと待って、これリセットとかしたら変わらないか、ロードしてみようと思います。覚悟を決めましょう。リセットしてロードしてみたんですけど変わりません。240、そうそう戦が出てる。レトフリの可能性もあるから、ちょっとセーブデータ一回消してみるか。ゲームによってはね、なんかセーブがおかしくなるとかもあるんですよね。ちょっとこの状態を、いや違うな、一回リセットして一個都市が空いてる状態のところをクイックセーブしといて、でその状態でゲームそのもののデータを消してクイックロードしてクリアできないか試してみます。こんなはずではダメです。消えねえこれが。ちなみにコンピューターに任せたらどうなるんだろう。終了、行方を見守りますか。イエス。諸葛亮はコンピューターが担当します。諸葛亮は見事全国を統一した。なんも映らねえ。ただ統一したってだけじゃ。エンディングが見れねえ。くー、どうすればいいんだ。一都市空いてる状態で
終了してみたらどうなる、行方を見守りますか。さあどうするコンピューター。はい、結果は同じでした。コンピューターは天下統一ができます。ただ私は天下統一ができません。なんなのこの罠は。え、マジでこれどうしようもできないの。ショックすぎるんですけど。どうだろう、ワンチャン委任部隊が攻めてくれるとかあんのかな。14、17に武将を集めてコンピューターが勝手に攻めてくれないかちょっと試してみます。21から15にコンピューターが攻めてくれたんですけど、やっぱ終わりません。ってことは多分また最後のページに出てんだろうな。ダメだ、プレイヤーである私が落としても終わらねえ戦が。これはもうダメか。ワンチャンなんか曹操を倒したところの城とか一回開けて見たら変わるのかな。40番だったかな、38だったかな、あそこら辺が確か曹操と決着ついたところなんですよね。確か40かな。ちょっと40番最後に空白にしてもう一回取り直してみます。38もついでに。現在は240番は出ておりません。では40番取ってみます。ダメな気はするな。バリオ行ってきて。あとはワンチャンとしたら215年1月になったら統一になるかだな。いやでもさっきコンピューターにね結末任せた時すぐ天下統一になってたんだよな。それを考えるとやっぱり違う気がする。てか他のナンバリングもね落とした後一旦っていうかどっかの都市が行動を終えたら自動的に次に進んでるんですよね。1月になったんですけどやっぱダメです。ちなみに太子寺と周瑜がお亡くなりになりました。いやーマジショックすぎる。これ何なんだろう。このカセット自体のバグなのか、それともレトフリ使った結果のバグなのか、もしくはこのスーパー三国志に潜んでるバグなのか、もう何なのか分かんないんですけど、とにかく終われない。マジエンディング見たくて頑張ったのに100時間以上、最悪なんですけど、もう私の気力が根こそぎ持ってかれた。これまあせめて最後ね天下統一の文字を見てやめましょう。諸葛亮は見事全国を統一しました。イエーイ。はい、悲しい終わり方でございますけど、これにてこのスーパー三国志シリーズ終了となります。なんか私自身すごいショックで、なんか皆さんと一緒にねイエーイって呼ばれなかったのが悲しすぎてしょうがないんですけど、さっきお見せした通りねもう100時間以上頑張ったんで、最後にお情けでぜひ高評価よろしくお願いします。そしてまだチャンネル登録されてない方いたらチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。もうがっくしなんてレベルじゃない。チャンネルの再生リストにはゲームごとにまとめたリストを用意しております。何のゲームをやっているかぜひ覗いていってみてください。